こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちらグリッチズトリップをプレイしていきたいと思います。本作横スクロールのアクションプラットフォーマーということで、早速やっていきたいと思います。一応ストーリー的にはこの主人公グリッチの住む惑星の月にある何らかのエネルギーを突然襲ってきたエイリアンたちが奪い始めたということで、彼がそれを阻止しに行くみたいなストーリーになっているようです。で、今回今作ね、この通り日本語化されてるんだけど、出口って書いてある時点でなんとなく察せると思うんだけど、そうなんだ、ガバガバ翻訳なんだ。まず遊びますって上に書いてある、まあゲーム始めるところなんだけど、プレイね、このここに入るともうすでに何言ってんだお前はみたいなストーリーが始まる、そんな感じになってます。よろしくお願いします。で、まあこちらでちゃんと他の言語を選択可能なので、皆さんぜひ他の言語を選択してください。ということで、バックで遊びます。うん、遊びます。マウスとあれが競争しちゃってる。選択カスタムっていうのがあるんだけど、多分難易度が上がる難易度が上がるとかそういう意味だと思いたい、だと思いたい。選択こちらですね。音量調整がてら一回プレイしたんだけど、まあ死亡ですねスタートしかしてないんで。ここで操作説明。ちなみにコントローラー Xbox One のコントローラー例によって例のごとく使用させていただいています。打つとかができるんだけど、こんな感じ。何が珍しいって LT でジャンプなんだよね。 LT でジャンプはなかなかない。 L2 ボタン、プレイステーションで慣れてる人には。ただコントローラーはオプションから、今間違えた、セレクトボタンでね、やり直しなんだけど、コントローラーの設定っていう項目があって、ここでまあいろいろと設定することができるので、まあ、そこら辺は慣れてなかったら取り替えてしまっても大丈夫。例えばこっち行ってみよう。グリッチってバグっていう意味なんだけど、そんな感じだよね。主人公が何かのデータみたいな形状している。打つと後ろに少し下がるんだね、反動で。後ろの、なんだろう、エフェクトかっこいいな。網状のエフェクトが出てるじゃないですか。ちょっとサイケデリックな。あれかっこいいね。LT を押すとこういう能力が使えるんだけど、今のところこの能力が何なのかがわからない。おっと、HP にダメージを負ってしまった。そういえば HP あるんだな、今作。だからね、このゲーム、パッと見、そういうゲームではなくて、即死系のゲームに見える？完全なレベル。何のこっちゃ、死亡1。あ、OK。次のレベルへ。ボス戦も用意されているっていう風に聞いたんだけど、どうなんだろうね。これ何なんだ、ほんと。よ、いまいちわかんないな、この能力。あー、なるほど、バグるんだ。通過するこういうことだね。どうしようもないときは能力使ってねってことか。ただ、能力使用中はその場から動くことができないので、過信のしすぎはダメかな。この、ゲートのようなマークがあるんだよ、さっき通ったところ。チェックポイントになってるのかな、もしかしたら。完全なレベル。ベスト。まあ、サクサクとプレイできるタイプの作品ですよね。なんだって、いまいちわからないんだけど。あ、使ってると収縮するな。あー、そういうこと。なるほど、時間経過で同じ状態になるわけだ。OKOK。ここも同じだね。で、こちらのエフェクトがオンになる。OK。ここも同じだね。こうして。あ、やばい。あそこは単純にそのオフになるまで待てばよかったんだね。ここら辺だけエフェクト音が高いな。最近いつものことなんだけど、最近プレイしてるゲームどうもね、一部エフェクト音が調整しても同じエフェクト音になってない、なってないゲームばっかやってる気がするな。構わないけど、あれ発動しないね。やっちゃう、やらかした、やらかした。
主人公がちょっとアレな感じの顔になってしまった。オッケー、ちょっと待って。ほわ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 、はい、ちょっと待って。なんでたまに発動しないんだ。で、左下のマークが出たらこちらね、こんな感じかな。これはどうするんだ。あ、結局あれ起動させないとダメそう。なんでこの輪っかの中心にいないとダメとかかな。いまいちよくわからないけどね。そういうことかな。あの輪っかの中心にいないと発動しない感じかな。ちょっとテストしてみようか。あ、そうだね、輪っかの中心にないとダメってことか。ならいいや。色の異なる輪っかのね、中心にないとこの能力発動できない。こいつは倒すと弾を撃ってくるんだよね、息をすると。これは難しいな。こういうことかな。よし、1ステージがやっぱり短くてサクサクとプレイできるね。トータルで100レベルあるとのことなので、100ステージか、 10×10 とかかな。そうするとステージ的には1ステージは多分ボス戦だと思われるので。よし、あ、タイミングずれてるね。タイミングダメだね今の。おっと、これはスリーウェイショット？おお、このステージ中はこの能力になるということだよね、おそらくだけど。これで素早く進めよっていうことなんだと思うけど、まあ進めたね、ギリギリだったけど。痛い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 、出口が、よし、なんとかクリアできた。おっと、ちょっとパズルじみたステージに出てるな。どういうことだ。ゴールは下側かな。うん、なるね、下の方に。 S は何だろう、 S が何だかがわからないね。敵が邪魔だね、一回倒さないと。角度がな、あと一発かな。あいつは S は何だろう、スーパーシールド？シールドかな？ソニックよろしく。敵を全滅させないと扉が開かないのだろうか。ここわかるかな？扉が閉じているんだよね。敵を全滅かな？ありそうなのは。こいつでジャストなので、これでわかるはず。あ、そうですね。敵全滅だ。じゃあこれチェックポイントじゃなかったんだ。前にも似たようなゲートがあったんだよね。なのでそうかなと思ったんだけど、そういうわけでもないよだ。おっと、ああ、おお、当たらねえ。よし、当たった。おお、100キロしろ、100キロしろみたいな実績が右下にちょっと表示されていますね。
あの画面内にはちょっと映らないんだけど、スチームの実績ですね。オフにしてあるので映っていないですが、でも100キル白の実績は25体今倒した状態になっているようです。なるほど、上から行くか下から行くかね、どちらからでも倒す必要性全くなかったけど、そっか、上から行った方が敵のダメージをあんまり敵の攻撃受けにくいかな、どっちかといえば。なるほど、今更だけど、なんとなく分かった。さっきの敵見えたかな、さっきの敵の周りに、線みたいなものがついてたんだけど、おっとっと、糸みたいなものがね、ついてたんだけど、あの糸がシャッターに続いてたね、その糸が。シャッターに続いてたから、そのシャッターにくっついてるやつを倒さないとシャッター開かないぜっていうことなんだろうね。角度悪いな。よし。安全なレベル。安全なレベルってなんだろう。ノーミスでクリアしたからってこと、それとも、そっか、わかった。コンプリートだ。レベルコンプリートか。なるほど。レベルをクリアしましたっていう意味のコンプリート。完全っていう意味じゃないね。完全だからノーミスっていう意味かなって思ったんだけど、多分違う。多分単純にコンプリートっていう意味で使ってるんだと思う。まあ前にもね、別ゲーでマガジンっていう、銃とかのマガジンあるじゃないですか。銃とか銃とか、そうですね、マシンガンとかのマガジン、ライフルとかのマガジンを雑誌っていう翻訳があったので、それと同じような同じような翻訳方法、非常にエキサイトな翻訳ですね。ラッキーセブンの実績を変えるさん、ラッキーセブンは何だろうか。お、触れると壊れてしまう足場か。プラットフォーム系ではやっぱりよくある仕掛けではありますが。うん、そっかそっか。こういうのは滑らないとダメってことね。なるほど。あ、ちょっと壊さなくてもいいところ壊しちゃった。上の方だけ壊そうと思ってたんだけど、わお、あいつ気をつけないと。うっかりやっちゃう。スリーウェイショット必要なの？これ。これ、あった方が邪魔になるとかそういうパターンじゃないの？痛い？うん、それ別に今のところいらなかったな、スリーウェイ。いや、あって困るものじゃないけど、別にいらなかった、正直。あと、無駄にダメージを負ってしまった。スリーウェイ、本当にいらなかったかな。1の10クリア。ボス違うんだ、ここじゃないんだ。違和感しかねえ。スリーウェイ、ここはまあ必要かな、あればね。上の方にあるんだけど。そうですね、糸みたいなのが、線みたいなのが扉にくっついてるのがわかるかな。お、スリーウェイとはまた違う武器ですね。取りたいな。取れるかな。とりあえずこのバブルがついてるやつはバブルを壊した後、シールドみたいなのね、壊した後、ジャンプじゃない、こっちにカウンターやってくるので、この攻撃してくるので、あれかっこいいな。使い勝手もいい、連射機能が高いので使いやすい、使いやすい。現在の敵って HP 低いから、この連射するやつでも普通に倒せますね。こちらで、あれボスは、あれラストの方にしかいないぜってタイプなのかな。てっきり100レベルだから、100ステージあるから 10体ぐらいボスいるのかなぐらいに思ってたんだけど、違うみたいね。おっと、危ない。 HP が、俺の HP が、これ割と気をつけないといけないのが、敵はそうでもないんだけど、
トラップは本当に HP 削れるから3点かなこのトラップ。ただまあ即死じゃないだけマシ。難易度緩くなってたりとかするのかな、あの困難みたいなやつをいじってたから、もしかしたら難易度実は減ってるのかもしれない。こいつ邪魔、こいつ地味に邪魔。おのれおのれ、せっかくあそこまでたどり着いたのに痛い。あのグリッチをオフにするタイミングミスった、普通にミスった。全部が全部じゃないけど多くの敵は倒した方がいいね、危険なのでやっぱ進行の邪魔になってしまう。その度に配置されてるんだから当然といえば当然なんだけど、おっと、オッケーオッケーオッケー。問題はあいつなんだよな。できれば早めに始末しておきたいところ。よし始末した、これで余裕が。あやべえ、あ死んだ死んだ、ここまで来てジャンプミスっただけで死んだ。まあそういうもんなんだけどね、プラットフォーマーだから。ここは BGM 高いんだね、音量が一定じゃないね。ちなみに皆さんが聞いている BGM は私が調整しているので実際の音量より低くなっています。私の声より低くなるように収録しているアプリ側で調整しているので、実際皆さんが聞いている音楽が急に大きくなったら私の方では結構そこそこ爆音な感じで鳴ってると思っていただければ。おっと、よし、嘘嘘、もっと上から、その壁蹴りが思ったよりも飛ばない。三角飛びがね思ったよりもいかないね。あのぐらいの距離ならいけるゲームでやっぱり慣れてしまっているっていうのがダメなんだろうね、単純にミスってるだけ。おっと、そろそろ敵を100体倒しての実績が解除できそうな感じだ。あと残り25体。 Oh no、 よし、そういえばバックグラウンドで鳴っている BGM なんだけど、そこそこダークな感じの音楽だね。なんだろう、メトロイド系とかの作品でも遜色ないような感じのダークさ。 2D 系のメトロイドよりは、そうさな、イメージ的にはメトロイドプライムっていう 3D のメトロイドがあるんだけど、そちらのイメージに近いかなと思ったり、あくまで私のイメージですが。よし、クリアできた。ここは本当に何回も死んだな。なんだあれは、跳ね返す特性がある、私にもヒットするのかな。これ跳ね返す特性を利用してどこか の本来押せないスイッチを押せとか出てきそうだね。こうするとどんどん大きくなるスライム。これは触れても大丈夫、あ触れても大丈夫だ。このゲームのことだからね、さすがに地面に触れても触れてしまうダメとかありそうだったから、触れても大丈夫みたい。いっぱいあるな。よし、これでちょこっと当たっても大丈夫。こいつ無視で、ああ無視じゃダメなのか。オッケーオッケーオッケー。これ制限時間内に行かないとちょっと進みづらくなるやつか。なるほど、グリッチ使って一定時間無敵になれるのは面白いよね。もう今当たっちゃったわけだけど面白い仕様。ただ残念ながら
そのトラップ自体は無効化できないけど、まあ地面のね、溶岩とかのトラップは。厳密には無効化はできる？ああ、そもそもやる意味がないのか。すぐ上に跳ねちゃうもんね。危ない。おお、危ない危ない。危ない。連続でヒットした。で、ここ通る必要なくね？あ、もうこれ通るとかっていう意味だったらいいけど。それ以上のダメージを負ってしまった？あ、早速シールドがなくなった。うん、死んだ。ですよね。こううまくはいかねえ。えい、えい、よし、いい子だ。痛い痛い。大きいのダメージを背負きか、1点だけか。全然助かるんだけど。ラーババス、あれかな、敵を溶岩の海に溶岩の中に落として倒すっていう実績かな。名称から察するに、これあんまりグリッチ使ってる余裕ないんで、あ、やべやべ、あいついる。消える足場は戻る？時間経過で戻らない、さよで。あれ、さっき戻ってたような気がしたんだけど、気のせいか。そう、 BGM ループなんだね。この先ほどのちょっと暗めの BGM と現在の明るめで音が高めの BGM が交互になっている感じかな。うん、これは触れると下へ落ちるとか。あー、そっか、このマークがある方向に落ちるブロック、要は多分今ないと思うけど、右にマークがあったら右へ落ちるっていうことだよね、このブロック。これを使った、なんだろう、仕掛けが登場しそうだな。なるほど。あ、やっぱりそうだ、上に行くブロックもある。例えば右に矢印が出ていたら右へブロックが行くってことだよね、何も邪魔していなければ。なるほどなるほど。やっぱりこういう単純なゲームって、その、仕掛けが、ギミックが増えていかないとダメなので、飽きちゃうんですよね、プレイヤーが。あと、こいつは倒す必要性がないので、基本無視でよかったかな。今、攻撃しちゃったけど、本当は無視して進んだ方が多分得だったかな。必要最小限で大丈夫だと思います、今作倒すの、敵を。そもそもほら、本作って別にスコアとかがあるわけではないので、厳密にはスコアはあるけど、その敵を倒しても倒さなくても変わらないはずなので。おー、死んでしまった。これは本当どうしようかな。これつい撃っちゃうんだよね、妙な癖が。また BGM がちょっと薄くなりましたね。そうですね、ループする BGM が少ないですな。あれかな、他にも種類があるのかな。あー、さ、ラストの方でどうなんだろう。現在は繰り返し同じ BGM が鳴っているという印象なのだけど、取れなかったや。まあいいや。あれは武器かな、やっぱり。こいつできれば無視したいんだけど。よいしょ。ジャンプするんだよね。だよね。よし。すげえこっちにひっついてきてたので。溶岩に落ちなければ大丈夫さ。よし、いけた。16。次のレベルへ。さて、ここら辺でちょっと。メインメニューに戻ってみましょう。遊びます。
ミスティック。まだ同じ惑星、月を選択。まだ同じステージなんですよね。これ20ステージでボス戦とかなのかな。残念ながらここで今回の配信は終了とさせていただきますが、ボスがいるという情報は入手しているんですよね。カットシーンだ。ムーンジュース。王の秋。再プログラム。あ、でかいスライムいるみたいね。でかいスライムいるみたいね。レベルエディッターとかももちろんあるのですが、配置とかステージ作ったりとかね。これ、スチームで、はい。これ、スチームで、その、スチームワークショップに入れるので、その、スチーム側からステージをダウンロードすることもできそうですね。さて、プレイした感想なんですが、良くも悪くもありきたりな感じの、2D プラットフォーマー。普通にサクサクプレイしてて遊べますし、リトライとかも簡単にできますね。唯一違うギミックといえば、こちらの敵をすり抜けられるギミックなのだけど、そうですね、ブライトとか、時間を巻き戻せる能力を持っている作品とかがあるんですよ。プラットフォーム系作品だと。3D だとプリンスオブペルシャとか、まあそちらはちょっと古いのですが、プリンスオブペルシャとかがあったりしますけど、3D だと。2D でも似たような能力を持った主人公いたりしますね。で、今作はこの能力使えるには使えるんだけど、なんというかな、その使ってて面白いってわけでもなかったりする。もともとほら、プラットフォームゲームだから、その能力を使わずに一応避けられるようにも作ってあるんですよね、今作。能力を使った方がもちろん簡単だけど。なので、その能力を活かしてっていうか、あの能力があるからといって、なんか面白いとかちょっと違うっていう感じでもなかったりする。ただ悪いゲームかっていうとそういうこともなくて、普通にプレイしていて面白いですし、ただ、ありきたりなプラットフォーマーの息を出ない感じかな。こんな感じでしょうか。ギミックなどにも新しいものは特に見当たらなかったし、よくある作品と、良くも悪くもよくある作品という感じですかね、今作。ただプラットフォーム好きであればサクサク遊べますし、楽しめる作品かと思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。今作のストアページはいつも通り動画下記の概要欄の方に載っているのね。気になった方はチェックしてみてね。ではここら辺で、これで実況プレイ終了したいかと思います。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。ライブ配信などの情報は Twitter の方に流しているので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ライブぜひ遊びに来てください。先ほども言ったように動画下記の概要欄の方に本作のストアページ、また私の Twitter のリンクなどを貼らせていただいているので、気軽にフォローください。ではまた次の作品でお会いしましょう。ホビドワでした。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。